淡路市では去年に続き今年もコウノトリが飛来し巣作りする様子が確認されました。淡路市にコウノトリが飛来したのは去年の9月です。先週末には去年と同じ電柱の上に巣作りしている様子が確認されました。去年は3羽のヒナが誕生しましたが、悪天候などの影響で2羽が死に、淡路の夢からアムと名付けられたメス1羽しか巣立ちませんでした。コウノトリは同じ場所で巣作りをする習性があるため、地元の人は早くから近くに池を作って餌場を整備するなど、元気なヒナの誕生を期待しています。9月に帰ってきました。それからずっと巣作りと餌場を探してます。今年もまた生まれるやろな。はい、すみません。コウノトリは2個から5個の卵を産み、1ヶ月ほどで孵化した後、2ヶ月ほどで巣立ちを迎えるということで、地元の人たちは遠くから見守ってほしいと呼びかけています。